はい、朝からいっぱい行っちゃいます。おはようございます。今日もこちらじゃじゃーん、1万円分ディズニーシーで大食いしていきたいと思います。今日はですね、なんと一人ディズニーです。だから2回目ですよね。2回目の一人ディズニーで、今日はディズニーシーでこの1万円分をね、大食いしていくっていう贅沢企画です。まあね、ディズニーね、本当はもちろん一人で行きたくないですよ。誰かと一緒に行ったらもっと楽しいんだろうなと思いつつ、爆食したい。ただこれだけのために朝から朝一でディズニーシーに来てるわけです。じゃあ1万円分がっつり食べて、ショーを見たり乗り物乗ったりしていきたいと思います。はい、朝からいっぱい行っちゃいます。まあね、毎回ね、後半になるときつくなるんで、最初からねちょっとテンション上げていきましょう。これね、ビアカクテル、中にね、なんかレモンとか、シロップとか入ってて、美味しい甘いビールですね。いただきます。わー、うまっ。飲みながら、まずはね、最初のまあ、食べ物を探していきたいと思います。Girl that goes over there being perfect, getting the roses. I bet that you don't even care if my body drifts the shore. さあ、早速まず1食目。まあ、まだドリンクしか飲んでないので、今回は期間限定のこちらのピザをいただきます。温玉乗せて、美味しそう。いただきます。ということで、今日はもう絶対にこれだけは食べると決めていたので、こちらのピザがっつりいただきたいと思います。これね、ディズニーシーの周年記念の食べ物なので、今しか食べれないんです。チーズも伸びてて美味しそう。さあ、いただきます。もうチーズも美味しいし、シーフードももりもりでめっちゃ美味しい。お腹空いてたから最高です。なんと一人でがっつり朝から1枚ペロッといっちゃいました。さあ、お腹も膨れたので次の場所に移動したいと思います。結構ね、まだまだ行けちゃいそうだなって感じなんですが、いろんなところを巡りながら何を食べるか考えていきたいと思います。食べたかった新メニューの海鮮のシーフードピッツァ食べれて、すごい美味しかった。めっちゃ美味しかったです。すごいおすすめ。なんかね、乗り物も乗りたいよね。まあ一人ディズニーでいいところは、ただでさえ今空いてるディズニーを一人だから、もうスイスイでもっと早く乗れるっていう。さあ、そしてですね、マーメイドラグーン。私こっち側すごい好きなんですよね。お散歩してるだけでも楽しいんですが、このキャムラメルポップコーン、これが食べたかったんですよ。来たら絶対に食べたい、このポップコーン。外せないのはやっぱりキャラメル味ということで、キャラメルポップコーンいただきます。こちらも20周年のボックスになってる、かわいい。いただきます。サクッ、うまー。キャラメルポップコーン、これね、いくらでも食べれちゃうんですが、とりあえずこれを食べながら歩いて次のところへ向かいます。無事完食したところで、私が絶対に一人だとしても毎回来るマジックランプシアターに来ました。そしてその流れでサルタンズオアシスで、今ね、チュロスがこんな感じ、フォンダンショコラ味のがあったり、20周年記念のドリンクがあるので、こちらもいただきます。サックサクで美味しいんですよね。もうカロリーとか気にせず、ガブガブモリモリ食べていきます。うん、マンゴーの果肉が入っててめっちゃ美味しい。
さらに追いポップコーン、またもねキャラメル味食べちゃうところが、ハマるとそればっかり食べちゃうんですよね。まあ何回食べても美味しい。ダッフィーフレンズもね、可愛いのがいっぱいあるのがディズニーシーのいいところ。そして季節的にね、お花もアジサイが満開で綺麗でした。すげえ、すごい落ち葉、お花の枯れ葉で、枯れ葉、花びらかな、すごい。掃除しながらミッキー作る、すごすぎ。はい、現在時刻3時ぐらいですね。まあ結構ね食べ進めまして、もうお腹いっぱいになりつつあるんですが、残りねまあ5000円ぐらいですかね。リトルグリーンマンが食べたいので、リトルグリーンマンを探し歩きで、まあ夕方というか夜ご飯でちょっとリッチな、いやリッチじゃないけど、まあまあ普通、まあ、ディズニー価格なら普通かな、あの海側、水側の方の飲食店に入ってレストランでご飯食べようかな、最後夜は。さあみんな大好きリトルグリーンマン、これはね外せないですよね。いや可愛い、そしてね漏れる、これね、インスタにもストーリーあげましたが、食べるだけで漏れる、ありがたーい。そしてこれは、あ、チョコ味、3種類のね味が入ってるんですが、個人的にはチョコ味が一番好き。リトルグリーンマン本当美味しい、ランドでもシーでも絶対食べちゃうよね。さあ夜も更けてきたと言いますが、まあ日は伸びてるのでもうだいぶ時間遅くなってますが、外は明るいです。夜ご飯は贅沢に肉、そしてミッキーのパン、ミニーのデザート、もうねかわいい。ちなみにこちらも20周年スペシャルセットとなっています。残りわずかですが、今回ねそんなにすごい高いっていうもの食べてないんですが、食べたいものを食べ続けてたらいつの間にか、まあちょっとねお腹いっぱいっていう状態にはなってますが、デザートは別腹、いただきます。なんとか食べきって残り1500円切りました。最後はやっぱりあれで締めたいよね。はい、こちらですね、朝に引き続きビアカクテルと骨付きソーセージで、終わりたいと思ったんですが、なんと実はですね計算したらあと300円、足りない。なので、これ食べてあと300円分なんかねちょっと探して食べたいなと思います。じゃあいただきます。うん、おいしい。うん、お腹いっぱいきつーって思ったけどね、ビールと一緒ならいける。ビールとピザのせいですね。まあでも日が暮れる前に、まあちょっと夏でね日が伸びてるのもありますが、暗くなる前に
無事1万円完食できました。もう最後はね、飲み物の嵐でなんとか乗り切った感じがするんですが、もうお腹がね、もうポンポリ妊婦さんのごとく出ておりますが、ディズニーシーね、やっぱりね、いっぱい食べていっぱい楽しんで、まあ一人でもすっごい楽しかったんで、まあ最近ディズニーとかね、行けてないなっていう人がこの動画見てね、行った気分になれたり楽しめていたらいいなと思います。まあディズニーシー20周年ということでね、20周年の特別メニューを中心にいっぱい食べたんですが、すっごくね、全部美味しかったです。それではこちらの動画が面白かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。また過去の動画のディズニー1万円分企画も大人気になってますが、もうすぐなんと1000万再生になりそうな勢いなので、ぜひこれを機にもう一回見直してみてください。私の食べっぷりがね、あの昔と変わらず爆食してるわけなんですが、これからもね、1万円大食い企画とかね、ここでやってほしいっていうのがあったら言ってください。コメント欄お待ちしております。ではみんな、またねー。バイバイ。